大谷翔平が同僚とスペイン語で会話した動画の後ろで、米大リーグドジャースに移籍し、早くも同僚と抜群のコミュニケーションをとっている大谷翔平投手。同じく今季新加入のテオスカー・ヘルナンデス外野手とじゃれ合いながらスペイン語でやり取りする動画が球団から公開されて話題となったが、日本人ファンはその裏で見られた、もう一人の日本人の振る舞いに注目、映らないようにするの可愛い、ひょこって隠れた、といった反響が寄せられている。そっと消えた21日のフォトデーの前後の一幕と思われる場面。ドミニカ出身のヘルナンデスからスペイン語で挨拶してと促された大谷翔平がヘルナンデスの肩に顎を乗せて滑らかな発音でスペイン語を喋ったシーンは球団公式 SNS で公開された。大谷翔平の流暢なスペイン語やその時のお茶目な仕草、さらにはヘルナンデスから呼ばれた山本由伸投手の様子などファンの反響は大きかった。その一方で、ドジャースの公式 TikTok が、テオスカーが翔平と由伸にスペイン語を教えていると綴って公開した動画で、日本人ファンは水原一平通訳の動きに注目。大谷翔平がヘルナンデスに絡んだ瞬間の映像では水原通訳は後方に映っていたが、すぐにフレームアウトした。さらにヘルナンデスから話しかけられた山本にカメラが向けられると、隣にいた水原通訳はすっと横に消えていった。これに気づいたファンからは、画角に映らないようにする一平さんが可愛いです。一平さんがぴょこって隠れた、一平さん可愛い www、一平さんの控えめなとこ、といったコメントが。また、無料で見れてるけど大丈夫かな、なんでこの動画見れてレジ袋有料やねん、これ無料で見れるんですか、ドジャーズ感謝、といった反響も寄せられている。大谷翔平と早速、イチャイチャ、日本語を学ぶド軍同僚たち。期待される相乗効果。大谷翔平と話すために、同僚が覚える日本語、仲間も円滑なコミュニケーションを図る。ドジャースの大谷翔平投手と会話するため、同僚のテオスカー・ヘルナンデス外野手は努力を惜しまない。ドジャース地元メディア、ドジャースネーションでは22日、日本時間23日のオープン戦中、ヘルナンデスへのインタビューで真意を尋ねた。実況のアナウンサーが、昨日翔平と由伸山本に少しスペイン語を教えたんだって、と聞くと、ヘルナンデスははにかみながら答えた、ああ、僕は最初から大谷翔平に言ってたんだ。毎日、君のために何か新しい日本語をトライするってね。同じタイミングで移籍し、チームメイトとなった仲間と打ち解ける作戦を実行していた。さらに実況アナウンサーが、どれくらい日本語を覚えたの?と尋ねると、ヘルナンデスは、アッハッハ。たくさんではないね、と恥ずかしそうに笑った。ヘルナンデスは通算159本塁打を誇る右のスラッガーで、シルバースラッガー賞にも2度選出されている。昨季はマリナーズで、主砲として160試合に出場。打率点258、26本塁打、93打点を記録していた。小さな努力を積み重ねて言葉の壁を取り除き、相乗効果が期待される。大谷翔平はバリー・ボンズに匹敵、ドジャース指揮官が明言、最も才能のある選手に。ロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手は、10年7億ドル、約1050億円の歴史的契約を結び、多くの注目を集めている。スプリングトレーニングでは快音を響かせており、開幕戦に向けて調整は順調だ。デーブ・ロバーツ監督は、大谷翔平をバリー・ボンズ氏と比較した。米メディア、ドジャースネーションのエヴァゲーム記者が報じた。大谷翔平はすでにキャリアにおいて好調なスタートを切っている。ハンク・アーロン賞の受賞や、日本人メジャー初のアメリカンリーグ本塁打王、アメリカンリーグ MVP を2度、オールスターに3度出場と名実ともに申し分ない。そこでロバーツ監督は、30年にわたるキャリアの中で、オールスター出場14回、7度のナショナルリーグ MVP、シルバースラッガー12度、ハンク・アーロン賞3度、キャリア通算本塁打762、シーズン通算本塁打73の歴代トップで引退したボンズ氏と大谷翔平を比べている。ロバーツ監督は、バリーがこれまで一緒にプレーした中で最も才能のある選手だったが、翔平が野球界で最も才能のある選手になるチャンスがある。だから、彼のことをもっと知りたいし、日々のプレーを見たいと思っている、と言及した。